こんにちは、島津です。今日はですね、魔術を実践するときの注意事項を、お伝えしたいと思います。魔術やって効果出る人もいるし、出ない人もいるんですよ。で、これなんでかっていうと、いや、気持ちが全然違うんですよね、出る人っていうのは。なんで、ちょっと出やすくしたいんで、やっぱりやってもらうからには、注意事項を4つお伝えしますね。まず1つ目は、遊び半分でやらないことですね。遊び半分でやってもうまくいかないんで。で、それから誰にも知られないことですよ。私、魔術でやってるとか言わない方がいいです。やめましょう。で、それから、これ結構みんなやっちゃうんですけど、一度に一つの魔術に集中してください。魔術によっては、一日で終わるやつもあれば、1ヶ月とか必要なやつもあるし、1ヶ月、やるんだったら、1ヶ月間その魔術に集中して、他のやつやらないでください。それから、途中でやめない。これ別に1ヶ月、例えば1ヶ月の魔術だったら、2週間とかでやめても意味ないんですね。だから、1ヶ月だったら1ヶ月続けましょう。いいですか？もうちょっと詳しくやった方がいいかな。そうですね。誰にも知られないこと、大事ですね。それからね、邪念が入んないようにした方がいいんですね。邪念。邪念って横島な心ですよ。なんだろう、なんか、邪念っていろいろあるけど、例えば、恋人を作ると、魔術を使って、で、恋人を作るという時に、恋人に幸せになってもらいたいという気持ちでやった方がいいですよ。自分が幸せになるのもそうなんだけど、自分と一緒にいることによって恋人に幸せになってほしいと。そういう気持ち。だから相手を利用してやろうとか、そういう気持ちでやると、下手すると取り憑かれたりするんで、本当に。浮遊霊とか言えるんですね、実際。これ変な話ですよ。本当に変な話なんで信じなくていいんですけど、浮遊霊って言うんですよ。動物霊とか、タヌキとか、キツネとかね。前どっかでお話ししましたけど、僕、お稲荷さんがついてるって言われたことあるし、浮遊霊みたいのに、あんま邪念が入ると、取り憑かれちゃうんで、で、逆に運勢は下げちゃうんで、やめましょうね、邪念を入れるのは。もう、本当に純粋な素直な気持ちで、やってください。これいいですかね。邪念って、他人の邪念も入るときがあるんですよ。他人の邪念っていうのは、私は、じゃあ、誰々さんと付き合いたいから、魔術やってるとか言っちゃうと、言ってしまった場合、その人が、ね、その言った相手が自分たちが付き合うことを快く思ってないとするじゃないですか。そうすると、相手の邪念が入るんですよ。もう嫌だっていうね。付き合っちゃ嫌だっていう邪念が入るんで、だからこそ言わない方がいいですね。そういう感じですね。だいたいこれでお伝えできたかな。さっきの4つしっかり守ってくださいね。大丈夫ですかね。はい。じゃあ今日この辺にしますね。はい、じゃあ失礼します。なんか質問あったらコメント欄か、Google プラスかスカイプで連絡ください。よろしくお願いします。あれ？おかしいな。邪念が入ったら消えない。